本学アメリカンフットボール部員が違法薬物をめぐって逮捕・起訴されたこと、また大学としての一連の対応の混乱によりまして、本学、学生、生徒、保護者、卒業生の方々をはじめとして関係者の皆様方に大変なご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。午後4時から行われた日大の会見。本法人としてはこれらの改善計画を断固たる決意で実行し、一連の不祥事の不適切な原因の除去と改革に全力を注いでまいります。林理事長は改革に全力で取り組む考えを示しました。注目されていたアメフト部の今後の処遇については、討議には加わっておりません。毎日放送の山中と申します。アメフト部の廃部の方針について聞かせてください。まずどういう理由でこういった話が出てきたのか、また継続審議ということですが、実際に廃部にするかどうか、どういう基準で決めていくのか。これは競技スポーツ運営委員会で、廃部という方針が出されましたけれども、ご存知のように理事会で、もう少し審議させてくれということで、継続審議ということになっております。当初最初に逮捕された学生の個人的な犯罪だと、単独犯だという判断をなされましたけれども、決してそうではなくて、大学管理のアメフト部の単独寮で、集団的、常習的ではないかというふうな疑われる犯罪ではあったのではないかというふうな結論になりました。私自身も学部の学生と本当にこう向き合っていますと、本当にみんな素敵な学生ばかりです。アメフト部の学生もたくさんいます。そういった中でこういう結論に至ったというのは本当に断腸の思いであります。しかしやっぱりここでやっぱり今までの古い体質を変えて新しい日大スポーツを目指さなければいけない、これは私個人の意見でもありますけれども、これは学部長すべての総意だというふうに考えております。学生に対してはメール一本で廃部が決まったというふうに伝えられたと聞いています。はい、学生が全くこの審議というか決定の中では関われていない、はい、何もヒアリングもなかった、このあたりについては、はい、林理事長としてはどうお考えでしょうか。はい、何もヒアリングがないというようなことはもうございません。何度も何度もヒアリングを重ねておりますし、私どもは各学生がどういうことを書いて、どういうことを思っているかという、そういう、感想文も、受領しております。これは、廃部というのは、競技スポーツ運営委員会で出した一つの方針でございますので、理事会を経なければ決定ということにはなりませんけれども、その辺が少しちょっとうまく学生たちに伝わっていないのではないかというふうに考えております。林理事長としては現段階で廃部存続どのようなご意見なんでしょうか。はい、申し訳ございませんが、まだ継続審議中でございますので、ちょっと私の考えは、ご容赦いただきたいと思うんですけれども、申し訳ございませんが。また林理事長が澤田副学長から必要に辞任を求められるなどのパワハラを受けたとして損害賠償を求められている件については、これは申し訳ございませんが、ちょっと今私はちょっと係争中でございますので、ちょっとこれについてはお答えしかね、お答えすることはできません。係争中だから答えられないというのではあまり納得ができないと思うんですけれども、はい、はい、ですから私はそのような認識がないんですけれども、としかお答えできません。そしてアメフト部を含む今後の競技スポーツ部の在り方については、
アメフト部を含む全競技部のガバナンスの再構築に向けて、競技スポーツ部を廃止した上で、日本大学競技スポーツセンターを新設することを検討し、競技部に対する大学の関わり方を見直してまいります。また、寮生活の監督体制の強化、競技部学生の入試制度の見直しなども行い、競技部の公正公平な運営と活動の透明化を徹底してまいります。